それでは続いて Wi-Fi 環境を簡単に構築するシステムを応用した西尾オリジナル商品、高所作業車、重機位置検知、予約管理、そして計測通信装置を取り付けて高所作業車のバッテリー残量が管理できる高所作業車バッテリー残量管理システムをご紹介いたします。こちらはシステムに詳しい担当者の吉岡さんとご紹介いたします。吉岡さん、お願いします。はい、では早速 Wi-Fi 環境を構築するピコセラと機械予約管理などが行える仕組みを合わせるといった応用的な活用をするものだと思うんですが、まずピコセラについてご紹介いただけますか。はい、ピコセラは現場内の Wi-Fi 環境構築を簡単にと開発された無線中継対応の無線 LAN システムです。アクセスポイント間を無線で中継できるため LAN ケーブルいらずで現場内のネットワーク化を簡単に実現させます。また屋外屋内仕様と2タイプあり、建築土木現場はもちろん ICT 施工やイベント等の Wi-Fi 環境構築としても幅広く利用されています。なるほど、 LAN ケーブルいらずということで大掛かりな工事は不要で安定したネットワークを構築できるということですね。では続いて機械の稼働状況や予約を管理できるシステムの仕組みはどうなっていますか。はい、こちらピコセラに Bluetooth 受信機を、機械側にはビーコンという送信機をそれぞれ取り付けます。ビーコンから発せられる電波を付近に設置しているピコセラで検知し、その電波強度で位置が特定するという仕組みになっております。なるほど、はい、予約状況の方はどうでしょうか。はい、予約状況の方は弊社独自の専用システムによってそれぞれ情報を読み込ませ、リストから予約を行います。このリストを見ることにより稼働状況と機械の位置が一目で分かり、現場内での効率のいい配車が簡単に行えます。なるほど、実は本日は会場のあらゆるところにピコセラとビーコンを設置しています。実際に位置情報を確認できる様子と機械のバッテリー状況を確認できる様子ご覧いただきたいと思いますが、お願いします。はい、はい、ではこちらをご覧ください。はい、はい、今映像で流れていますのがバッテリー残量管理システムとなります。はい、まず機械のバッテリー部に GPS 送信機を取り付けることによりクラウド上から簡単にバッテリーの残量を確認することができ、見える化を実現できます。はい、現場内での高所作業車充電設備でタコ足配線で充電をせざるを得ない場合があると思います。もし電圧が足りていない場合、高所作業車の充電ができておらず機械が動かなくなるといったトラブルがあります。こちらのシステムを利用することにより他にも過去から最新までの機械のバッテリー残量の確認を行える、使用頻度や充電状況も簡単に見ることが可能なんですか。はい、先ほどお話ししました予約管理、位置管理を組み合わせることで現場内で効率のいい高所作業車の台数管理を実現させます。きちんと検知もできてバッテリーのオンオフの状況もリアルタイムで確認することができます。このようにネットワーク環境とビーコンの組み合わせによって大規模な現場であっても機械の稼働状況や位置を簡単に把握することができますので効率的に作業を行うことができます。以上、西尾オリジナル高所作業車重機位置検知予約管理、そしてバッテリー残量管理システムをご紹介いたしました。